人の日の特別イベントただいまより開催いたします。寒い冬に耐えるためにライチョウやマヌルネコがどのような工夫や体の特徴をしているのかを今日は紹介していきたいと思います。ツバルバルライチョウという種類のライチョウです。羽は9割くらい白い羽なんですが、少し茶色い褐色した羽が入っているのが分かりますか？ライチョウは季節によって羽が生え変わる動物です。夏は茶色いの、冬は純白色に変化するのが特徴です。ライチョウが住む地域の冬は辺り一面真っ白の雪山です。その雪の色に混じって天敵から自分が見つからないよう保護色になるために羽の色が生え変わると言われています。足の部分で指先まで羽でしっかりと覆われています。雪の上を歩くときに足が雪に取られないように、凍結しないように羽がしっかりと指先まで生えています。日本の固有種である日本ライチョウが現在国の特別天然記念物に指定されております。環境破壊や乱獲などによって日本ライチョウが絶滅の危機に瀕している希少な動物です。日本ライチョウの近縁種であるスバルバルライチョウを飼育展示繁殖することによってそのデータを取り、日本ライチョウの保護に役立つ飼育技術の確立を今目指しているところです。モンゴル語で小さい山猫という意味で、世界で一番古い種類の猫に、特徴的なのは何と言っても見てわかるようにモフモフの毛で覆われていることですね。足が他の猫に比べて短いです。狩りをするときに岩陰などにマヌルネコが隠れた際に猫の耳が上にピンと合ってしまうと目立って獲物に気づかれてしまうので、耳をすっぽり隠して目だけを上にふっと出して狩りをします。ライチョウと同じく寒いところで暮らす動物です。見た目の通りこの厚い毛のおかげで雪の上や凍った地面でお腹をぺちゃっとつけても体が冷えないようになっています。このモフモフの毛を毛皮にするために乱獲されたり、近年では生息地の開発なども加わり生息数がどんどん減少していっています。ライチョウと同じく絶滅の危機に瀕している希少な動物です。本日の立冬の日のイベントを機に動物たちの置かれている状況や自然環境などに興味を持っていただけるとスタッフ一同とても嬉しく思います。それでは以上でライチョウマヌルネコトークは終了となります。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。